はい、皆さんこんにちは。今日はね、多賀郡のね、門前町の水仙ロードですね。以前訪ねたことあったんですけどね、まあまあ今年もちょっとどうかなと思って来てみましたね。これはなんか公民館やね。公民館ぐらいですけど、ちょっとね、車止めるところは多分ないと思うんですよ。これ多分止めらしてもらえると思うんですよ、ここね。門前公民館です。はい。ちょっと私はちょっと角のところにね、仮置きちょっと短い間なのでさせていただきましたけどね。まあ、じゃあちょっと進んでいきましょう。まあ、山並みの風景を見ながらね、で黄色い花がちょっと遠目に見えましたんでね、ちょっとあれかと思いますんでね、ちょっと進んでみまーす。ね、はい。水仙ロードに近づいてきましたね。まあ、この道のちょっと端っこに寄せさせてもらうと、車は止めれそうですけどね、結構なあれがあるんで。で、まあ、周りに蓮華の花がきれいに咲いてますね。はい。ちょっと水仙終わりかけてるのかな、これ。それ、まあまあ、それでもまあまあ咲いてますよね。前はもっとこの脇とかこの辺にも咲いてたと思ったけどな。今はこの一直線のこの道沿いにね、ずっと、水路の横にね、咲いてます。ね。向こうに見えるのが門前公民館ですからね。で、このようにこう、黄色の見えますか？こういう感じで咲いてますんでね。これ町おこしで、あ、村おこしでやってるんだよね、多分ね。で、これ、水仙。なんか、白いのと黄色いのとあるな。こういう感じでね、水仙ロードが続いてます。ちょっと横から撮った方が綺麗か。こういう感じで斜めっぽくこう撮ろうか。はい。ラッパ随線、随線かね。この辺とこれ固まって要塞となる。まあ皆さんまだ見れますわ、これ。もう枯れてるのかな、思ったけど。たまにこういう白いのがね。白い水星。よいしょ。あ、映ってるかな。ただ中にはもうこのようにね、花が終わりかけてるやつもあるからね。さあ、どうやろう、これ遠目に見て。400-500m 以上ぐらいは、向こうの端からやったら400-500m ぐらい続いてるのかな、これ。よいしょ。ね。前はあの道沿いもあったと思ってんけどな。まあ今ちょうど芝桜の時期でもあるんでね、芝桜は各家庭の家でもね、咲いてるのが散見されるのでね、それ見てても綺麗よね、楽しくて。まあ引っ込めて持って帰ったらしいよね、あんまりその植えてあんねんからね、はい。まあショート動画でね、今回はね、同じことですから、道走りながら抜けながら見てもらうようなとかってできるかもしれませんしね。ということで本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。